さあいらっしゃいいらっしゃい。楽しいバンジージャンプの時間だよ。何あんた今回茶番に走りすぎじゃない？今俺茶番に人生かけてっから。プロフェッショナルか。なんつうかさ、茶番ってさ、ただ俺たち実況者の尺稼ぎで作りたいわけじゃない。視聴者が待ってる、ただそれだけだね。1エメラルドで1回飛べるわよ。1エメラルドで見せ場が作れるなら私挑戦してみようかな。まあやっぱ彼はすごいですよ。やってることはバカなのにそれでも本人は真剣ですからね。私はこの空気大好きですよ。それじゃ七門さん準備オッケーですか？おうどんとこい。ちなみにどうやってバンジーするつもりなの？飛んでみたらわかるって。おいそんな急に押すんじゃね。おーすごいじゃん本当にバンジーしてんじゃん。高さ調整考えろバカタレが。スリル満点のアトラクションはこちらですか？練習はできたからもう安心して飛んでくださいね。おい待て今なんつった？はいバンジー。バンジー。テトさん、ごめんミスったわ。これ大丈夫ですか？今のところ成功率 0% してた。はいバンジー。ちょっと待ってまだ心の準備ができてない。テトさん、ごめんミスったわ。完全して使わされた。はいバンジー。おっかさーん。テトさん、ったばれバンジー。ごめんー。あれ助かった。なんでー。何がプロフェッショナルだ。よしまずは明らかに序盤向けのブラシ島行くぞ。明らかにスポナーの数少ないもんなあれ。渡してブラなので様子だけ見てきます。そうね先住民の方を把握しておけば作戦立てられるしね。私たち今まで作戦立てたことありました。お宝。島尾さん後ろ来てる何が入ってただけ大声で叫んで。頭。何を言ってんだ彼女は。はいはい攻略攻略。今日は七門さんピッケル持ってきてるんですね。持ってくんなよいつものやりとりできねえじゃん。そんな隠し島行くごとにピッケル持ってきてるわけねえだろあんた何しに来たんすかのやりとりしても飽きんだろ。はい攻略完了っと。気になるお宝はなんだこの頭フルコース。しかもそれ全部消滅と束縛ついてるんですよね。どこで使えばいいんだこんなの。俺いいこと思いついちゃった。七門さん見ててね。くだらなかったらここカットすっからな。ブラシ島の横にあった天秤島もそのまま攻略しましょう。後ろから世紀末スケープがついてくるんですけど突き落とせ。なんでや世紀末にすっと。ぶっぱ中身スケルトンじゃん。ただでさえ島の形が複雑なのに遠距離から狙われんの鬼畜じゃん。スカブロはスケさん配置するだけで鬼畜判定になりますもんね。朗報朗報、下のスポナーはただの豚だ。そこ金ブロックない？金ブロックあるけどこれ使い道あるの？それ全部金ピッケルに変えたら強くないっすか？確かにスポナー壊す目的だったら金ちゃん最強かも。金ちゃん大好き。どうでもいいけど金ちゃん呼びやめなさいよごっついお兄さん思い浮かぶわ。さすがゆきちゃん天才ね。てっちへえみかげさんに褒められた。あれいつの間にそこ仲良くなったんです？仲良しなら私たちだって負けてないよねテトさん。もう2年の付き合いだぜ今食べたいご飯を聞かれても俺らなら同じ回答が出てくるぜ。今食べたいご飯せーの。王将の餃子こっち制圧したけどそっちどう？マグマキューブマグマキューブ。おいなんで誰もピッケル持ってねえんだ。向こうは順調みたいなので先お宝開封しちゃいましょうかね。島攻略はお宝開封が醍醐味ですからね。うわぁ。中身どうですか？知らない方が幸せだぞ。これにて天秤島も攻略完了。今日中に簡単そうな島は全部行っちゃいましょうか。それでお次の島へ参りましょう。次はあちらの釣り竿島ですね。ただ規模的にそこまで苦戦しなさそうなのでここはマルチ恒例の企画をやりましょう。その名も、実際のやりとりを再現してみよう企画。はい毎度おなじみ実際の通話のやり取りを再現してみようの回です。普段こんなこと話してんだなって感じながらご覧ください。それではどうぞ。突撃あるよーん。あ順調順調。これみんなでグリコしない？うわ懐かし。うわ下にまだある。しかもガーディアン。マンジマンジ。さっきやったでしょ。ちょっと待って誰ですか治安悪いの。うちの暴走族がすみません。七門さんだからバイク乗りながらパソコンの前座んないで。いえいえよ。オッケー全部ぶっ壊したわ。お宝どこ？これこれ。めっちゃいいじゃん釣り竿。すごい釣り竿。これでまた茶番できるじゃん。無限に茶番できるってこと。今回攻略してる島全部見せ場微妙だからあと二つぐらい行っておきたいところ。じゃあそこのクロスボウの島行くか。ほらもうすぐ道つなげられるよ。前ぶっぱばっかじゃねえの。テトさん私が壁になるからそのうちに道つなげてく。ほら、ふいなんでてめえまで落ちてんだ。ほらやっぱこの距離じゃ微妙に届かないよ。急いで奴らが湧く前に道つなげなきゃ。ごめんブロック一個しか持ってきてなかった。あんた何しに来たんすか。完全に道つないじゃうと敵さんもこっち渡ってきませんかね。そう思ってあえてブロック二個しか持ってきてないんだ。へっへえ七門さん行けば天才ね。壊せ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 。今奴らは行けないのでチャンスです。反対側攻めてくるわ。じゃあ私はこの一個さえ壊せば。あまだ先端にあるじゃん。はいこれにてクロスボウ島攻略完了。人が半分いないだけでだいぶ苦戦したな。やっぱ人数ゴリ押し作戦が一番有効なんですかね。ちなみにお宝はこのクロスボウで制作者の心物理的に抜けばいいか。そういや制作者さんこの動画見てるって言ってなかったっけ。やだなぁもちろんハート2ですよ制作者のハートうっち抜くぞ。そうだテトさんどうせ帰るならこれ使って帰ろうぜ。出た出た見せ場フルーツ。これで拠点まで飛べたらかっこよくない？いいねやろやろ。なんであんたらすぐボケに走るんすか。実況者だからですよ。じゃ、拠点で待ってっから。おう俺もすぐそっち行くわ。それじゃ行ってきます。はいただいま。じゃ、拠点で待ってっから。はいただいま。
本日最後の島はキノコ島です。キノコというと魔女さんのイメージが強いけどどうなんでしょ。7問3大正解です。おお、絶対すっと。そいちいちポーション投げてくるんじゃねえ。お前らはポーションを投げることしか能がねえのか。パドックから来やがった私と同じ目線に立ってんじゃねえ。永遠に奈落で寝てろ。中こいつら喧嘩してますねこれ。今がチャンス?2階のスポナーは制圧しました。私も外周のスポナー壊せたかも。お客様困りますお客様。店の中でポーション投げ合わないでくださいお客様。あーお客様。お前ら全員地獄に落としてやる。オッケー全部壊した壊した。ナイス切れる一歩手前だったぞ私。ポーション地味にストレス溜まりますよね。ダイヤモンドください。浮遊のオーブはいくつあっても足りないから助かりますね。ちなみにその真ん中の治癒の杖って何だった?おーすごいこの杖。クリックするだけで回復に加えハートが増えますね。めっちゃ強いじゃん。無駄にロストしないようにしないと。さて時間もちょうどいいので今回はここまで。さてさていかがだったでしょうか。もしこの動画が面白かったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。それではここまで、次回もまた見てね。あれテトさんここいつ占いや廃業したの年長者のお悩み相談室になってんだけど。なんか知らないうちに乗っ取られてた。ということでまず7問さん何かお悩みあるならどうぞ。特にないんだけど。私が作りましょうか。何それコッパ。いらっしゃい。本日はどうされました？実は私とある実況者にマッスルガールズバーに行かないかと誘われまして、どうやらそのお店女性の方からお姫様抱っこされたり。あとなんだっけ片手で果物を握りつぶす。あ、そうそう果物を筋肉で絞ってくれるみたいで。その誘ってくれた人替え歌作ってそうですね。でも私どうしても行く勇気がなくて、どうしたらいいですかね。そうですね。私が行きたいので3人で行きましょう。あんたお悩み相談向いてねえよ。すみませんお邪魔します。いらっしゃい。本日はどうされました？実は私7問さんのメンバーシップに入りたいんですけどスマホから入れなくて。ふむふむなるほど。あれブラウザから入れませんでしたっけ？ブラウザから入れるってのは聞いたけど。でも私なぜか入れなかったんですよね。あ、私概要欄にリンク載っけてるからそ。失礼します。いらっしゃい。本日はどうされました？実はずーっと疑問に思ってたことがありまして。シーザーサラダのシーザーって何？ジョジョのシーザーです。なるほどすっきりしました。ありがとうございます。なわけねえだろ目を覚ませ。お願いじゃ、いらっしゃい。本日はどうされました？実はですね、バイト先の先輩教え方が丁寧で優しいのですけど私に対しての当たりが強くて強くて仕留めましょう。いいですかね。誰か今すぐこの店ぶっ壊せー。どうも私が歩く都市伝説です。都市伝説は歩いてこねえよケイレ。今日の質問さん。二度とやりたくない企画は何ですか？もちろんバニーマンですね。まあ今月新たに投稿するんですけどがはは。